なごう愛のバトン。皆さん紹介お願いします。ブラックアイテム TV ライブ、ブラックアイテム TV ライブ、はい、はい、はい、じゃじゃーん。寂しがり屋、いつも絆を求めてる人はそれを感じることができた時、いつも思うよね。ジャージャー心斎橋の郊外Beautiful Friday バンコさん森口市の Sweet Lady Black and Radioはい、皆さん、歌から始まりましたね、はい、皆さんお待たせしました。はい、バンコのつなごう愛のバトン、今回は第14回目ということで、皆さんこんばんは、こんばんは、まんまちゃんです。そして今日のゲストさん紹介したいと思います、はい、一緒にね、あのバンタラバンでね、はい、ユニット組んで歌っておりますバンディ石田さんです。バンディでーす。今日はね、こう珍しく帽子をかぶって、はい、いつも以上に、はい、日差しがね強かったからね、少年が目が痛かったから、帽子下げて目を守ってたんですけど今日はでもちょっと可愛いお顔を出してもらおうかななんて思っております。ありがとうございます。はい、ね、ミュージシャンで、うん、もうねバリバリ、はい、でもね今日はね、はい、僕ゲストということですけど ね、 そうですね、話題はね、はい、ちょっとこの話題したいかな。何の話題でしょうか。ミラクルサキちゃん、ミラクルサキちゃん、歌いません？はい、ミラクルサキちゃん、ミラクルサキちゃんということで、はい、なんかいいことあったんですか？そうなんですよ、私のこの笑顔をね皆さんに伝わるかしら。聞きたいなその話もうねバンコはねいつも以上にハッピーなんです。どんなことがありましたか？もうね、皆さんに今からハッピーをお届けしようかなと思います。なんとジャジャにもまだ言ってないんですけど、うちの娘のサキちゃんね、うん、
ずっと治療してまして、うん、でそのね娘のドナーを、まあ、見つけるためでもあるし、同じような病気の人たちの命をね一人でも多く救うためにこうやって骨髄バンクを広げる活動をしていて頑張って、そして4月からは娘も看護師として夢を叶えてるんですけど、なんとお仕事してる途中に先生に呼ばれて、さき、うん、ちゃんよかったねっていうことで、うん、なんとフルマッチのドナーさんが見つかりました。すごいことなんです。それは奇跡じゃないでしょうか。なんとすごいことなんです。ミラクルさきちゃん、ミラクルさきちゃん、さきちゃん、ミラクルさきちゃん、ミラクルさきちゃん。ということで続きも聞きたいんですけど、はい、お、どうもおめでとうございます。いいねー、いいでしょう。だからね、今まで皆さんね、うん、本当にずっと応援してくれてたんですよね、うんうん、それが本当にね、かなって、かなって、ね、すごいよかった、よかった。じゃあ今までのね、はい、ちょっとおさらいを、ストーリーのおさらい、僕聞きたい聞きたい。ジャジャさん聞きたくない？聞きたい聞きたい。あ、本当、うん、もうゲストがバンディさんなので、ね、私のお話をね改めさせてもらいますけども、うん、はい、今からもう13年ぐらい前ですかね、突然本当に娘がね高熱が続いて、うん、何だろうかなと思って病院行ったら、もうすぐさま大きい病院に行かないといけないって言われて、うん、行って調べたら血液の病気やったんです、うん、そしてまさか自分の子供がそんな大きい病気にかかるなんてと思って、うん、もう調べたら調べるだけ怖いことがいっぱい書いてあって、もうね頭が真っ白になるし、もうなんか地に浮いたような体が、夢か現実か受け入れられない自分がいたんですね。でやっぱしお母さんだから、この娘の命を、自分の体を切り刻んでも救いたいわけですよ。先生どうにかなんとかならないですかって、私のもう全てあげてもいいって言っても、なかなかそうはいかなくってね、最終的にまあ移植をしないといけないって言われたんですね。で、うちの、まあ、下の男の子がね、お姉ちゃんと肩があったんで骨髄を提供してくれて、うちの娘はねとりあえず命つなぐことができたと。それで、あ、こうやって同じ肩の人がいたらね治療ができて元気になるんだっていうことを知ってから、うん、骨髄バンクの活動を始めてたんですね。最初は本当にちっちゃい時の子供のね息子とお姉ちゃんと3人でずっとね、骨髄バンクって大事なんですよっていうことを話してたんです。そうすると1人2人、うん、何か手伝うことない、何か力になることないって言って声をかけてくれて、募金をしてくれて、そうやって仲間が増えていって、うん、そうしてるうちにまたさきちゃんがね治療しないといけない再発をしてしまった、うん、次は別の骨髄バンクからドナーを探さないといけなくなって、うん、実際本当にそのドナーを待つ身になってみて、こんなに不安なんだと思って、ドナーさんが現れないってこんなに本当に生きた心地しないんだと思って、ますます力を入れるようになって、もちろん娘のねドナーが見つかったら一番いいな、でもそうじゃなくて、こんなに不安な気持ちの人がたくさんいるんだなと思って、一生懸命活動を始めてたんです。ね、で私は活動を頑張りました。娘は看護師という夢を目指して一生懸命勉強を頑張ってたんですね。それで夢が叶ってやっと看護師になれて、うん、ああよかったと思って、そしたらもう4月に働いてすぐですよ、うん、先生がねフルマッチのドナーさんがいたよって言ってくれて、うん、もうこんな嬉しいことないですよ、やっぱり奇跡は信じれば、はい、起こるんですよね。そうだよね。ミラクルミラクルミラクルサキちゃん、ミラクルサキちゃん、ミラクルサキちゃん、おめでとう、おめでとうございます。素晴らしい。いやー本当にね、皆さんに本当に
めでとうって言ってもらえて、でね、なんかね、すごいやっぱし今まで不安だったり、たくさんのこういろんなものを背負ってたんですよ、うん、なんかそれがふーっと取れたような、すごい軽くって、軽くなって、うん、今なんか羽が生えて飛んでいきそうな感じなんですよ。いやー、本当によかった。こうやってね、あの移植するかどうかもね、本人が決めることだけどね、うんうん、まあ、看護師で働いてるからね、ハッピーハッピー、皆さんもハッピーね、お届けできたらいいなと。ハッピーネス、ハッピーネス。いやー、嬉しい、お祝いしてもらってありがとうございます。よかったね。いやー、これ本当に数万分の1の確率ですからね、うん、全く同じ方の人がいてたって、しかもまあ再発した時にはいなかった、うんうんうん、ね、それがその後に現れたんで、いや、もしかしたら自分がね、なんかこう説明した人なんかなとかね、うん、うん、いろんなことを思って、でもこうやって頑張っててね、誰かの、自分だけの、自分の娘だけでもなく誰かのためにっていう思いがやっぱそれにつながったんかな、うん、やっぱ頑張ればちゃんと見てくれてるやなっていう、あのね、でもその本当にその今、うん、例えばこの放送を聞いてくれてる人も、うんうん、例えばバンコさんのことも知らなかった、たまたま見てるかもわかんないし、さき、はいはい、ちゃんのことも知らないかもわかんないけど、うん、何か問題抱えて、はい、あの戦ってる、うん、と戦ってる人かもわかんない、うん、でもね、奇跡起こるんだよって、私にこんなことあったよって伝われば、うん、また誰かの勇気生きるね、本当にそうなんですよね、勇気になりますよね、本当に。私のね、お友達がね、うん、の息子さんが、うん、トラックの事故、大きな事故で、うん、突然あの息子さんの命を奪われたっていうお友達がいてるんですよ、うん、でもう神様なんか信じないって恨んだこともあったみたいなんですけどね、うんうん、このさきちゃんのことを知って、うん、すぐ、ね、メッセージでくれて、なんかもう、うん、神様は本当にいるんだって信じさせてもらったって言って、すっごい喜んでくれたんですよ、うん、すごいことと思いません？さきちゃんのこのことでなんかいろんな人に、うん、いろんなことが伝えれてるのかなと思って、だからそうやってさきちゃんに奇跡が起こるっていうこと自体もメッセージになってて、うんうんうん、でその起こった事実がまた誰かの勇気に、うん、いや本当にね、そうね、つながる、うん、嬉しい、ね、よかったよかった、うん、だから皆さんもいろんなね悩みがあると思うんです、いろんなね、うん、みんな本当にね、そうやって悩みながら日々生きてる、うん、ねね、悩まない人なんか一人もいないから、ね、悩まない人、僕ね、バンコさんという人に会って、やっぱり一番最初に感動したのが、バンコさんがね、うん、もちろん骨髄バンクのことをラジオで広めてくださいっていうことで、はい、僕がやってる番組に来たのがきっかけなんですけど、ね、まあ、その時ね、一番最初に会った時からちょっと話がもうものすごい弾んで、すごいですよね、初めて会った時から、ね、意気投合しましたけど、すごく仲良くなりましたけど、はい、まあ、その時にバンコさん自身もね、うん、障害がありますと、そうなんです、私もね、で、障害あるけど ね、私が一番幸せですって言ってくれたんですよね、はい、そうなんやって、うん、あ、障害があっても私が一番幸せって言ってくれる人がいたんだって、はい、僕嬉しかったですね、うん、私は今日もう幸運の持ち主なので、うん、もうね、はい、いろいろいろんなものを引き寄せてます。だから人間ってね、はい、きっと何かをこういいものを持ってるとかそういうことじゃなくて、何を与えられてるじゃなくて、うん、自分が自分をいいと思ってるかどうか、そうですね、うん、自分をちゃんと好きで愛してるかだと思いますよね、そう思うようにもね、いかない日もあるし、そうそう、そんなありますよね、うん、でもそれもね、人生のこの、うん、一つのシーンだと考えて、うん、そうだね、うん、そうなんですよ、だきっとね、うん、例えば僕の大好きな月新世界さんが言ってたんですけど、うん、YouTube でもそれから TikTok でも、うん、自分が見てるものの傾向アルゴリズムが、はい、
同じようなもの出すでしょ。これ多分きっとねインターネットだけじゃなくて人生も自分が言ってる言葉とか自分に かけてる言葉とかそういうのがアルゴリズムの中に人生のアルゴリズムの中に入っていって、うん、そういうシーンを見せていくんじゃないかって言ってて、で結局、うん、インターネットも、はい、僕らのリアルな人生も、うん、自分 の, その心のアルゴリズムの中に何を入れるかな、うん、そうやね、 そ, うだね、うん、そこが回ってくるんだよね、うん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 、必要なものねジャジャさんだってねそうだと思いますよ、うん、でもジャジャさんなんてね、うん、本当に外国から来てくれて、うん、日本に住んでくれて日本人になってくれてそう日本人ですからジャジャは本当に嬉しいね、ありがたいですよ日本語の勉強してくれる日本ね外国の人日本人より日本人の心持ってるじゃんだってね僕らはね見えなくなってる、うん、そう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 、うんね、ありがとうございますこう日本どうですか、ね、もうだいぶ慣れて今はすごくもう、うん、心からも幸せな気分ですね、うん、あそんなに、うん、いやもう本当にそう最初はすごくもう大変だったけども言葉の壁、人の壁とか文化の壁もあったんだけども、うん、今もう完璧ではないよどこでも完璧ではないよ自分のふるさとでも、うんね、でもいろんなあらゆるようなことがあって経験とかね乗り越えたりして、うん、すごく充実してるね今でもねやっぱりそれもジャジャさんが心の中に、うん、あ日本を愛してるっていうのがあったから、うん、きっと優しい人がいろいろ現れてそうそうそういう引き寄せがあるんだよね、うん、引き寄せあるよね、うん、あるある、うんうん、そこのアルゴリズムと同じような感じで、うん、そういういい言葉を心に入れてたら、うん、そういう風に引き寄せれるんだよね、うん、その世界になってしまうだからそんなエゴでこうドロドロしたことを願っててもそんな何も叶わないと思うけれども、うんうんうんまあ、ありがたいな嬉しいな、うんまあ、こんな人、うん、今日はもうジャジャさんに会えてハッピーだな、うん、久しぶりに会ったよねあこう会えてハッピーだなって思ってると、うん、きっとまたいいことが起きるんだよなハッピーでもハッピージャジャさんハッピースジャジャさんハッピージャジャさんいいねハッピネスジャジャさんでもバンゴちゃんもね、うん、バンゴちゃんの心はもう本当に素晴らしいなのよ、うん、もう誰でもなんか手伝ってあげようとか助けてあげようという気持ちがあるから、うん、そのエネルギーがあるからね、うん、いろんなこといいことが回ってくる私はいっぱいもらってるから愛をもらってるから、うん、そうそうそれをもらってどっかにどっかにねそうそうそうなんですよ愛の送りをしないとね、うん、そうもらった分をねいっぱい送るね送りしてるから、はい、そういうのもねさらに回っていいことが回ってくるっていうそうなんですよでも好きなの、うん、そんなも好きね、うん、好きでしょ好きやね、うんそう好きということはもう本当の心の底の底底から出てくる純粋な気持ちだよね。人が好き。そうね。そういったらバンディさんもやんもう、ね。バンディもそう。バンディさんは、うん、5歳の男の子ですからまだまだね。ね。可愛いですよ。もう私は子供じゃない。もう愛の人ですから今の顔まさにだから5歳の、ね、少年みたいな少年マリさんもね一番最初会った時に、多分6年か7年前ですね、ねえそこねえ、そう、そこから知ってたとは知らなくてここにも出たんですよねここ出てますね2回ぐらいね他の人の番組で、でも一番最初会った時にもう話もすごく優しくてもう話が合うしね、ここでもなんかまたね、ギターもやってたんだよね。あ、ギター持ってきてね、うん、何か歌いましたよね。そうそうで、向こうでも番組終わってから向こうでもなんか歌いましたね。さっきも言ってたから、ね。すごくフレンディーで、そう、そのエネルギーがすごい。自分が出してるエネルギーがすごくいいなと、なんか本当に初めて会った時にふわーっと引き寄せられたんですよ、うん、あねあのなんか不思議な廊下で、ね、会ってねあれ会ったことあるんちゃうかなと思ったでもそういう人でそうですよねなんかあったよ、ね、でもねジェジェさんね、バンコさんってすごく明るく明るくしてるけど、本当はね、やっぱり心の中も大変な日もあると思うんですよ、そうだと思いますよ、ね、あったよそういう時も ねでも常に私はどんなことがあっても感謝ですね。そう、その言葉。いや、本当に、
その嫌なことをされたことだってあるけど、でもそれって教えてもらってるじゃないですか、うん、だから次は気をつけようだとか、うん、いろいろ思うことって自分の学びになってるから、そうだよね、ありがとうって言って離れてもありがとうって、うん、ね、そういうネガティブな部分もプラスに変えていく、うん、これ人生ね、というバンクちゃんはすごい、うん、だからきっとね、うん、なんでしょうね、やっぱり今ほれこう、うん、なんていうの、仮想空間じゃないかとか、うん、この世界はね、うん、量子力、うん、力学とかで言ったりするけど、うんうんうん、実際はやっぱり僕らもなんかこうゲームのキャラクターみたいなもので、うんうん、天から自分らを見てるのかもわからない、だからこう何の問題もなく人生進んでったらつまんないから、うん、やっぱりいろんな問題が起こってくるのかな。いや、そうかもしれないね、うん、私もあの常に刺激が欲しい女なので刺激を常に求めてる、バグちゃんも刺激なかったら自分で作るもんね、そうよく分かってるんだじゃん刺激を作る、刺激も常にどんな刺激ばっかり来てるでもそれはいいことだと思う、うん、明るくてね、楽しい、うん、だって次々ね、うん、突き進んでいく人だから、うん、まあ僕は僕のエネルギーよりは10倍ぐらい持った人かなって、うん、でも本当にそうなんですよ、うんうん、だからそういうね、うん、子供のねどんなもんを現れてきたのはそれはチャンスだけではないわね、うん、そういう感謝の気持ちとか心を持ったりするし、うんうんうん、それが力になって引き寄せてきたと思うね、うんうん、ね、イメージしてるからね、うん、もう絶対現れるとか絶対大丈夫しか思ってなかったから、うんうん、確率から言うと、うん、本当にすごいその説明聞いた時に可能性は低いだろうなっていうのを僕心の中で正直思ったんですけど、うんうんうん、でもバンコさん何回かこう一緒にギターを持って、うんうん、この骨髄バンコのキャンペーン活動を、はいね、お手伝いさせていただいたりしてて、やっぱ明るくしてて、で僕のやっぱりバンコさんを見てる中で、はい、いつも心の中にはサキちゃんに対してやってるっていう、うん、やってる、これ遠くから遠くから回ってくるけれども、うん、その気エネルギー、うんうん、なんかマナとかプラーナとかそういったものかな、うんうん、なんかそういう気みたいなもの、うんうん、スピリッツ、うんうんうん、形にないけどバイブレーションになって、うんうん、毎回ドナーに、バンクに協力してください、献血行ってください、うんうん、私歌います、うん、マラソンします、落語します、うん、いろいろやりますでそれを全て全部が全部が全部がサキちゃんにつながっていて、そうね、で遠くの人、多くの人、うん、初めて会った人にいつもそのバイブレーションを投げて、うんうん、波がこうやって広がって、うんうん、広がって、うんうん、ふわーってこう帰ってきたのが、いや今回それを証しですよね、大きいね、帰ってきた、バッサーってきたね、うん、大きすぎたね、だから波を立てて波を立てて、うん、波を立てて波を立てて、うん、その波がこう広がって、うん、どっかにいるんやもん、うん、すごいね、ねえ、うん、ねえ、あの瓶の中に手紙を入れて海に流すようなことをやってるのかもわからないけど、うん、それも手紙もたくさんたくさんたくさん出ていくと、うんうん、どっかで当たるんやもん、ね、うん、そうだね、うん、でバンクちゃんの努力もね、うん、あったからよかったと思います、しいね、どんな状況で言われたんですか？あ、さきちゃんが、うん、働いてるのは自分の、うん、主治医のいる病院なんですね、うんうんうん、でまた大きな病院で、うん、普通は入れない病院なんです、大きな病院で、うんうんうん、なかなか普通にね、お勉強しただけでは入れない、でもそこを目指そうと思って一生懸命頑張って入った、うんうん、ほんで自分の主治医がいる血液内科で働くようになってね、うん、もう親として一番安心させてもらったんですよ、それだけでも、うん、ね、なんかあれば先生がそばにいるっていうのは、うん、私の中でもうすごいなと思って、うん、で、まあ、一人暮らしも初めて私がこの辺に住んでほしいなと思うところに娘があそこに住むって言ってくれて、なんかもう全部なんか下ろしてくれてるというか、うん、ほんで、まあ、娘が勤務して働いてたんですって、うん、ま、先生に呼ばれて、さきちゃんちょっとって言ってガラスのね、うん、あれナースステーションかなって呼ばれて、うん、ほんでそう、古町のドナーさんがいたよって言われたんですって、そう、お仕事の途中ですって、なんかさきちゃんももちろんそのバンコさんの努力もそうなんですけど、さき、うん、ちゃんも生きようという、そう、その生きようは、まあ、もちろん自分が生きたい、これは当たり前だけど、うん、お母さんのために生きよう、弟のために生きよう、うんうん、友達のために生きよう、彼氏のために生きようかもわかんないですけど、
さその気持ちがねあったと思いますよ、うんね、その波と合わさって親子の、うん、でそう考えたらね、まあ、それはその血液の病気を持ってるっていうことも大変なことなんですけども、うんうん、すごく感謝できるチャンスがあるってすごいですよね。うん、そう、感謝は大事だよね。で、うん、もう神様に感謝とかはすごく大事だもんね。ちゃんと見てくれてる、ね。見てくれてる。そう、その人の努力とかね、でね、娘の生きるっていうね、うん、そういうのも含めて、うん、全部はじゃあもうこれをね、道を開いてあげようっていう。うん、だから、そう、だからいつ見られてもいいようにしてたんですよ。そうだよね。だから本当に罰を与えられるようなことはしないって自分の中で決めて、うん、もう全部プラスにしてもらって、うん、ちゃんとご褒美がもらえるように、うん、誰もいないところでもね見られていいように、うん、まあ、ちょっとしたことですけどね、うんうん、そう、そういうのがえらい早くもういただけたというか、すごいよね。だからそんな時にね、うん、こうやって一緒に喋る機会、喋ってこれ喋ってることも記録されるわけですよ。そうですね。そうですよね。これ僕永久保存版にしますよ。はい。いや本当にね。そう、その通り素晴らしい。これ全部普通にラジオ出たこととはちょっと違う。ね、違う。やばいな。そう、そのタイミングで。これは一番最初ね、もうみんなに公に、うん、本当に、うん、そうだわ、発表したっていうことね。いや本当だわ、嬉しい。すごいね、うん。で、やっぱりね、世の中は自分で自分の命をダメにしちゃう人もいるわけなんですよね。大概は人間関係で、うん、そうだよね。ね、でも人間関係がしんどいって言っても、生と死を、うん、こう葛藤してる病気よりは、うん、絶対乗り越えられるじゃない。乗り越えられるし、自分で逃げることだってできるし、まあ、いろんな選択肢がね。僕も悩んでたどうか分かりませんよ、うんうん、特にその悩みがないから軽く言えるのかも分かんないけども、うんうんうん、でももし例えばもういいやって思ってる人いたらね、うん、もう ここで人生終わりにしようかなとか思う人いたとしたらね、うんうん、こうやって生き延びようとしてる人、うんうん、そう話そうだよね、うん、いや伝えたい、そうだよね、だから諦めないことだよね、本当に、うん、そう、大丈夫です、もうどうにでもな、うん、うまくなるんですよ、うまいこと、そう、そうね、うん、ね、という信じるね、そう、信じればね、うん、もうものが叶えるというか、うん、夢が叶えるというか、うん、はい、もう一つか神様をお願いしとくとしたらいいですか、うんうん、はい、さきちゃんに可愛い赤ちゃんをあ、ね、お願いします。おお、じゃあ可愛い赤ちゃんを。赤ちゃん、ね、それが最終目標なんで私の。いいね。もう病気も良くなって。命って不思議ですよね。そう、次の命を誕生させる。でもこういう風にね、発するというか、うん、もう言葉で息をね、うん、込めて口から出すということは、うん、その波動が残るもんね、うん、宇宙に。そうですよね。じゃあ今日ちょっとみんなで今からお祈りしましょう。神様、はい、さきちゃんに可愛いベイビーお願いいたします。お願いします。おー、はい、いいね。それだけね、でも移植ってね、過酷な治療なんですよ、うん、やっぱし大量の抗がん剤を使うと、うん、やっぱし、うん、あの子宮とかがね、ダメージを受けちゃうので、うん、もう凍結しとかないといけないんですよ、うんうんうん、ね、うん、そうやね、赤ちゃんができるように、うん、だから本人は本当に今移植しようかを悩んでる子供の、うんうん、ね、将来産めなくなるんじゃないかとか、いろんな意味で、ね、うんうん、そうなんですよ。でも本人が一番多分今ね、うん、なんかこう葛藤してると思うんだけど、うん、大丈夫、全部うまくいくって私は思ってる。葛藤もね、うん、まあもちろんジャジャさんもいっぱい葛藤あったでしょ、あっただろうしね、バンコさんもサケちゃんも本当に葛藤してるだろうけど、うん、でも人生ってなんかやっぱそれが課題なのかな、うん、そうだよね、うん、でも葛藤はね、人生にはある程度は一例よね、うん、経験、いい経験を踏んで、うん、それ乗り越えた、その学んだことがまた将来に役に立つから、うん、僕ね、さきちゃんきっとね、バンコさん選んで生まれてきたと思うんです、うん、僕はまあね、うん、そういう
前世があるんじゃないかと思う。もちろん確かめられないよ。確かめられない。誰も確かめられない。生まれた時も記憶も消されるから、うん、ね、記憶知ってたらね、ようよく言っちゃうからね。うん、だけどきっとね、さきちゃんね、バンコさんを選んで来てくれて、うん、で二人でストーリーを作ろうっていう約束きっとしてたんじゃないかなって。そうですか。思うんですよ。で、例えば僕らが人生でね、会う嫌な人も、これもなんでこんな縁があるのかなって思うけど、それもなんか前世でなんかね、課題として残ってたりとか。そうだね。あるよね。でもまあ、すごい仲いいわけでもなく、喧嘩もするし、親子でね、いろんなこともね、なんていうことみたいなことももちろんありますよ。うん、その夢に描ね、こう皆さんが描いてるような親子でもないし、うん、それはそう、親子もいっぱい課題抱えてる、抱えてますよ。こんだけやっぱね、だ僕のね、親友のタラさんがいるわけですけど、はいはい、タラさんのお父様とのね、うん、葛藤からこう死ぬ前に和解できたっていう、まあ、歌が彼女が作って歌ってて、本当にそれも一つの人生、うん、そうだよね。それ言うとね、ジャジャさんなんてね、遠い国から来たわけじゃないですか、まあね、この過去生では、うん、この国に縁があったのかもしれない、うん、いや、かもしれない、ね、うん、自分でもそう思うのね、そう、うん、日本に日本のが長いもんね、な、うん、日本のが長いし、ね、で、まあ、多分ティーネイジャー、うん、多分12、3ぐらいの時に、はい、うん、私周りの友達はもう全然興味なかったんだけど、私だけが、うん、ああいう雑誌、うん、日本から多分いろんな国で政府が送ってると思うんですね、うんうんうん、で図書館に行って、ある「Look Japan」という雑誌があったんですよ。Look Japan、まだあるかどうか分からない、うん、Look Japan、うん、でそれはもう日本全、まあまあ、テクノロジーとか文化とかいろいろ、私だけがその雑誌にもう毎回図書館行った時に探すんですよね。その雑誌が絶対、いろんな雑誌が読んでる。雑誌が読んでる。そうそうそう、で、もう見るたんびに面白いなと思いながら、うん、そこからもう興味湧いてきたね。うん、よりたまたまお姉さんが日本に来ることになって、うん、はい、で、お姉さんが日本に来なかったら、うんうん、僕は多分こっちにいなかったと思う。でもそれもすごいよね、お姉さんがですね。そう、だからもう神様がもうそういう段階をね、作ってくれたんじゃないかな。うん、自分ね、自分の力では、ね、うん、ね、日本にするのもいかないでしょ。うんうんうん、だからさっきお姉さんを送って、で、そういうなんか作って、土、う、台、ん、を作るっていうか、うんうんうん、で、僕はもう、展示会やりたいな、じゃあ日本でやればっていう、そこからもう日本に。それは絵を描いて。絵を描いて。ね、今後のブラッカンラジオの、あそこに貼って。それでか、ブラッカンラジオの存在まだなかったんですよ。でもその、うん、なんか絵が貼ってあるじゃないですか。そうそうそう。あれ、ジャジャさんのアートが。全部私の、そうそう。だから、絵を、展示会やりたくても日本に来たんですよ。日本の人に見てもらいたいってな、見てもらいたいっていう、ジャマイカの人じゃなくて、そう日本の人に見てもらいたい、多分あの雑誌の影響もあると思うね。で、あの雑誌見てたりして、日本に知り合いないですよね。いないし、で魂がつながってると思うんだね。お姉さんだけが頼りっていうかね、最初ね、だからお姉さんだけが多分渡ってきてんで、紐をパッと引っ張ってくれたあそういう感じだと思うね。だって日本と一緒に、まあお姉さんと住んでたりして、うん、じゃあお姉さんがもういろんなことをやりたかったら日本語を勉強した方がいいんだよとか、うんうんうん、だけどね、やっぱりね、英語を日本人が勉強するだけでも大変なんですよ、うんうんうん、こんだけ英語が世界中にあって、うんうん、で日本語を勉強するというのはジャマイカの人にとっては大変だと思うよ、うん、うジャマイカとかアフリカもそうなんですよね、うんうん、僕友達はもうジャマイカだけじゃなくてアフリカの友達も何人かいて、うん、でみんなはね、みんな言った時にもう日本語を勉、うん、日本語学校に入りたいんだよって言ってて、うんうん、なんで？なんで？なんで日本語を勉強したいの？うん、別に日本ね、世界中で日本でしか使えないのにと。そうですよ、日本でしか使えないんですよ。日本でしかない。そうそう。で、学費は高いしね。うん、そのお金はもったいないとか。あ、言われて。そうそう言われて。でもなんだか自分のなんかあるんだよね。なんか惹かれたい。勉強したいのよね。もう話したいっていうのがあって。ソウルが何か言ってる。言ってると思うね。説明できないことでしょうね。説明できないね。説明できないね。うん。
で日本語学校に入ったんだよね。でもそのね、レベルでね、うん、日本語喋って日本人になって聞かせて、まあありがとうございます、聞かせてくれ、ちょっとそれはちょっと感謝しましょうね、日本人一人です、ね、いや、でもそれすごいやっぱりミラクルじゃないですか。そうミラクルだと思う、ね、振り返ってみるとすごいなんか、うん、ねえ、想像もできないことを。だって冗談言われてもパッとわかるじゃない。うん、そうだよね。うん、で日本語って主語がよく抜けるでしょ。抜ける、ね。それ言わなくてもわかる。ねえ、うん、こんなに主語の抜ける言葉、うん、なかなかないですよね。誰がっていうのがなくて。まあ、会話の流れで理解してしまう、うん、そのね、うん、だからそれは難しかったと、ね、難しかったね、うんはい、話はだいぶもうバンディさんがゲストってお忘れてないじゃん。バンディさんの今日ね、ちょっといやなんかもうね、ね、これがバンディさんですよ。ニュースがやっぱし、ね、あの、うん、バンディさんってこういう人なんですよ。そうだよね、自分が自分がじゃないところに、うん、がいいと思うね。なんか不思議もある。うん、でもそれよりも強力なニュースでしょ、うん、でこのニュースは伝えないといけない。うんでね、それをバンコさんを知らない人、さきちゃんを知らない人、うんうん、ブラックアンレディを知らない人にも伝えないといけないし、うん、そうだよね。でその今希望をなくしてる人に伝えないといけないし、うん そうだよね、うん、それから病院で一生懸命病気と、まあ、苦しんでる人たちもいるしね、うん、そうなんです、うん、もう皆さんにそう、ね、希望を持ってほしい、ね、うん、でそこへの学びは、うん、その夢は叶う、うんうんうん、そう夢が叶う、奇跡は起こるということと、うん、生きてることに感謝ですよね、うんうん、全てはね、まあ、バンコちゃんも言ったんだけど、うん、感謝の気持ちを持つことですよ、うん、そう、どんな人にもどんなこと、そう、どんな人、どのぐらいの些細いことでも感謝の気持ち、うん、まあ、でも当たり前やと思ったらダメだよね、いや、うん、いやそれがでも幸せじゃないか、うん、なんか当たり前じゃないよね、うん、何でも当たり前、その全部思ったらね、いやこのラジオでね、なんか出れて幸せやわとか、そうね、ね、本当に小さいこと、あ、家族でご飯食べるって幸せだなとか、そうですね、もう全部もう感謝すること、全部やね、そう、嫌なことも含めて、この空気吸うのも感謝だよね、感謝感謝、その心を持ってたら本当にいいことが待ってるんだよね。だから皆さん、ね、皆さん世界一の幸せになれますよ、うん、そうよね、だって自分が幸せって思ったら気分やもん、うん、そうね、そう、まあ、自分が決めることだからね、そうだよね、うん、そうなんですよ、うん、でも感謝イコール希望って僕は思うのね、うん、希望を持つということはもう感謝の気持ちも一緒にくっついてたら、まあ、潜在意識の中でいつかいいことがあったら感謝の気持ちが湧いてくるんだよっていう設定になってるんじゃない、うん、そうそうそう、僕ね、今そのジャジャさんの話を受けて思うのは、やっぱりその引き寄せの法則なんて嘘じゃんとか言う人も、僕もそういうところ思うこともあるけど、でもやっぱりエゴイスティックなことを考えてたら叶わないよ、叶わない、そうそう、ね、お金持ちになりたい、ただお金持ちになりたいとか、そう、ただ贅沢したいとか、そんなもんじゃないよね、そんなもんじゃない、誰かの役に立ちたいとか、そうなんですよね、うん、そういう気持ちだと奇跡は起こるけど、ただもういっぱい彼女欲しい、いっぱい彼氏欲しい、それは、うん、どうだろうね、うんうん、これ僕論だけど、うんうん、それは多分もう例えばお金全部ね、たくさんお金持ちね、金持ちになりたいとか、いっぱい彼女ね欲しいとか、うん、そういうのは単なるもうそう、なんていうかな、さっき言ったようにエゴイストの心が現れてるだけであって、うん、でも例えばさっきバンコちゃんが言って想像して、うん、例えばお金持ちになった時にどういうふうにそのお金の 一部を使って他の人を、うんうん、助けてあげるかとか、その笑顔を見てどのぐらい自分の心が嬉しいになるかとか、うんうん、もらった時にどのぐらいも自分のもう細胞が感謝感謝というで湧いてくるのか、うん、全部想像したら絶対いいことが起こるのよ、うん、もう奥の奥まで全部ね、神様はお見通しだからね、そうなんですよね、全部見られてるから、ね、バンコちゃんお金も喜ぶしね、そう、お金も喜ぶしね、お金多分ただこう贅沢だけにお金がこう集めても、きっとお金さんは嬉しくない、嬉しいよ、そういうね、なんか話がちょっとそれなんですけどもね、うんうんうん、お金の法則があるんですよ、
一、その補足の中には僕貧乏お金の補足の一つはお金に喜ばすようなことをすること。お金さん、そうそうそう、お金を喜んでもらうような使い方とか、うんね、をしたら、うん、例えば他の人の幸せをね、ヘルプしてあげたりするとか、うん、あでもお金が喜ぶのよ、うんうん、あこれね不思議なんやけどね、うん、あの僕時々、うん、まあ募金とかするんやけどね、うんうん、それもそれあるんでしょ。あの本当はその時お祈りしてね、お役立ててくださいってやるんだけど、まずだって大きな金額ないよ、うん、まあ、最近だったら、うん、あの石川県の地震とか ね、うん、なんかね、うん、それを期待したらダメですけど、仕事が一本入ったりね、うん、次の日とかね、うん、あれ不思議やもん、うん、不思議やね、なんかそういう力が働くんだよね、あると思います。あのあれは多分ダメなんですよ。いやいやね、うん、言われても募金しときなさいよ、うん、みんなでやってねえから、うん、しゃあないなそれはダメだよねだけど例えばニュース見て、あの石川県の見て、うん、あここで、あじゃあもう募金、ね、できてる、そうそう、うん、もう素直な心でね、うん、そうなん、100人のためをするんではなくて一人でもね幸せになれば、うん、その一人の映画を見てたら幸せになるんじゃない、うん、それが純粋な心、なんかでもその募金の文化であるじゃないですか、うん、昔からなくなる、だって損するわけじゃない、損か得かって言ったら、うんうん、でもなくならずに特にお金持ってる人やるじゃないですか、うん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 、あれやっぱ本当になんか巡るんじゃない、うん、僕らが、まあ、僕やったら僕で、まあ、1000円募金してなんかでもあなんか今日仕事の依頼一本入ったわ暇やったのにとかでそれ期待したらダメなんだけどダメなんだけど、うんうん、でもなんかそういうこと起こるんだよね、うん、ということはやっぱりそういう昔から面々とああいう募金の文化とかあるのは、うん、そういうあるかもね、そういうあるかもね、うんうん、それはあるかもね。でバンコさんなんかいいことばっかり回ってくるよ。いやでもね、嫌なことが、うん、もちろんあるでしょ自分の中で、うんうん、そしたら、うん、なんかもう分かってきて、あこの後めっちゃいいことあるわって分かるんですよ。もう分かってきた、すごいなんか、うん、ワクワクになってくるというか、あこんなに嫌なことあったんやったら、ほんで必ずね、そういいことが回ってくる。めっちゃ、まあ、もうこれね、はい、役落としっていうかね、日本人の考え方で言ったら、はいはいはい、ほんまにあるからね、ね、倍ぐらいいいことに、まあ、ほんまにそうです、うんうん、不思議ね、あの、うん、ちょっとしょうもない話いいですか。この間もね、うん、マルシェって言ってね、そこで骨髄バンクのね、はい、ブースを出させていただいてたんですよ、うん、はい、でなんか音楽が聞こえるなと思ったら、隣の部屋で歌を歌ってる方がいらっしゃって、みんなでねコーラスでね、うん、でパッて見たらコーラス歌ってる横にお菓子が置いてあって、うん、ご自由にお取りくださいって書いてあったんですよ、うん、で私はコーラスよりお菓子ご自由にと思って取ったんですよ、1個ね、はい、あ、もらいます、あ、はい、いい歌ね、はい、ちょっと触って書いて、なあなあなあって戻って、はい、隣にお菓子ご自由にって書いてあんでって言って、で教えてあげて、とか言ってみんなで、うん、で、もっぺんお菓子取り、2回ぐらい取りに行ったんですよ、うんうん、ほんで、その歌が終わったら、うん、友達が歌ってたんですよ、ほんで偶然ってなって、あ、うん、そういえばこれお菓子全部余ってるから持って帰りって言って、うん、お菓子引き寄せちゃった、お菓子だからなんかでも人生っていうのは何かそういうね見えない、うん、なんかね、うん、なんか不思議ね、うん、そうなんです、いろいろ引き寄せてるんです、そうそう、面白いつながりだよね、そうそうそう、楽しい、ね、だってジャジャさんなんかその見えない糸をいっぱい感じたんじゃないか、うん、ね、そう、見えない糸いっぱいあるんですよね、だって遠いよ僕に今ジャマイカのイメージって言ったってね、もう音楽ぐらいしかね、レゲエね、あとテニスの、うんうん、テニスとかね、大きな試合とか、うんうんうん、でも糸はね、なんかまあこの糸があるから感謝の気持ちもあるし、うん、でもこの糸を切らないと前に進まないという糸もある、うん、あ、そう、あるね、うん、あるね、たまにはやっぱりね、うん、この辺でこの人とのまあお付き、まあそのね、その後はまたハッピーにやっていってほしいんやけどまあこんだけ僕ばっかり損してるからあるやない、あるやない、この組み合わせは僕ばっかり損ある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 、で残念ながらあるんです、うん、人生は、はい、でもある程度引き受けないとやっぱりしょうがないと思う、うん、だから、ね、宿題、うん、はい、だけど宿題、もう
ちょっとここでもこ、うん、これはまあ向こうが8僕が2くらいやるやつもこれうーって思うよね、うん、でもあれなの人間が成長していくと、うん、ね、に連れて進化していかないといけないんじゃない、これね、やっぱり人生もね、うん、やっぱりね、あのこれも誰も証明できませんけど、うん、魂はあると思うんです、あると思うね、うん、で、バンディさんの考えとしては、うんうん、な、何ですか、ね、魂があって、うんうん、体は貸してもらってるかもしれない、あ、僕そう思うんです、うん、あ、私もそれを思うんですよ、ね、あのだからね、うん、あの自分を好きにならないといけないとか、うん、それからあの自分を感謝し、自分の存在感謝しないといけないと思うのはね、うんうんうん、みんなやっぱりこう自分が自分って思ってるからだと思う、うんうん、これ僕の今この体、これやっぱ神さんからレンタル、レンタル、うん、レンタルの体ね、うん、選んだよね、この、うん、だからな、どれがいいですか、いい多分だからそう記憶はない、うん、証明はできひんけど、生まれる前に、あ、じゃあぼちぼち生まれましょうか、うん、はー、生まれますこの辺いくつかこうボディどれがいいですか、大人だったらこんな投げますけど、うん、で選んだと思う、うん、バンコさんもこの肉体選んだし、うん、ジャジャさんもその肉体選んだと思うし、私もだからあえて障害の、うん、なるっていうの分かってて選んだと思う、そう、そうなんですよ、うん、選んで選んだんです、この困難を私超えれるだけのパワーがありますから、うん、ほんでやっぱりそれでね、うん、あの自分の体に感謝したり、まあ、今回だったら血液ですよ、やっぱり、うんうん、血液に、血液、さきちゃんの血液に感謝、もうジャジャさんの血液に感謝、うん、バンコさんの血液に感謝、血液流れてるすごいやんっていうねで、それしないといけないのは血液も借りてるんですよきっと、そうね、うん、だって入れ替えても生きれるもん ね、 ね、別の下の移植ってね、うん、全く別の人からもらったら、うん、その人の血が体中に流れるようになる、うん、これもね、いや、すごいことだよ、人間って独立してるように見えて、うん、これ僕思うんだけど、うん、魂は1にして無限だと思うんですよ、うん、だから1というなんか全部が人まとまりにまとまってるところあるけど、それが分裂してみんな、うん、生きてるんじゃない、生きてるという ね、 なんかいろんなことが不思議というか、うん、不思議だね、バンディさんの不思議な歌があるんですよ子供の頃からずっと思ってたのはね、うんうんうん、あ、これでもでかい声で歌うからちょっと今日1オクターブ低く下げて下げましょうか今日、ね、いや本当にあのなんで僕がここにいるんだろうとか、うんうん、なんでこの世界があるんだろうとか、うんうん、で結局答えを科学で見つけたりすることは無理なんだけど、うん、きっと次元が違うんですよ、うんうん、だから感じるしかないって、それは謎、それが謎、つかめないもの、それは謎、それが謎、つかめないもの、不思議でたまらない、生まれてきたんだろう、僕は一体何者なんだろう、それは謎、それが謎、つかめないもの、不思議でたまらない、不思議でたまらない、夢の中で夢を見ていた、夢の中の君は誰だろう、それは謎、それが謎、
しかないよね。さすがミュージシャンなんでね、ね、普段はあちこちで歌ってる。でも人生はね、謎だらけで、バンディさんも謎だらけですよね。あのね、ちょっといいですか、うん、TikTok をね、うん、あのバンディさん、もう初めて何年ですか？ TikTok はね、もう4年ぐらいになりますかね。私が最初教えてもらったんですよ、バンディさん、覚えてますかね。うんうんうん、ね、教えてくれて、で、あのバンディさんが歌を作ってくれて、私ね、デビューさせてもらってるんですよ、ね、そうですよね。あ、今日それ最後に歌いましょうかね。ね、ちょっと歌いましょうか。うん、そうなんです。で、うん、ね、そこで TikTok を始めて、うん、まあ、バンディさんの世界観がすごいなっていう。ほんまですか。はい、面白いんで、ちょっとだけ、ジェジャさん、はい、一個、ちょっと見てほしい、1個だけ、ちょっと紹介していいですか。はい、この間作ったばっかりの動画はね、はい、本当は今日写真とかいっぱいあったんだけどね、もうトークが面白すぎて。もうこれ1個見ていただいたらバンディさんってどんな人か分かる。不思議な、ほらいい写真あるでしょ。広がってきます。あ、これ口に入れた時の期待感も広がってきます。味覚のセンサーもどんどんと、あ、これ途中からですね、ちょっと戻した方がいいかも分からない、ね、戻した方がいいですか。はいはい、じゃあわらび餅瞑想ですね。これはわらび餅瞑想です。僕はまず目の前のわらび餅に意識を集中させます。そして次に呼吸を深くしてきな粉の匂いをしっかりと吸い込みます。脳の中にきな粉の匂いが広がってきます。口に入れた時の期待感も広がってきます。味覚のセンサーもどんどんと感度が良くなっていきますよ。匂いの感、そしていよいよ口に入れます。いただきます。大きい背筋を伸ばして目を閉じて口の中の味覚に全神経を集中させます。日常の煩わしいこともわらび餅の甘みが溶かしていってくれます。集中から瞑想へ。僕がわらび餅なのか、わらび餅が僕なのか、一体となります。一枚となります。今わらび餅は僕と融合して合体して一つになる。バンディさんね、瞑想はされてるもんね、ずっとね。瞑想はね、僕はね、だからやっぱり落ち着きがない人間であるということと、精神的に弱いと思うんですね、実際は僕という人は。だからなるべく精神衛生を整えないといけないということで、こう瞑想を。でもそれとなんでわらび餅をかけたんですか。結構瞑想って何でも瞑想になるし、喋ってってる時もね、こうやって一体感になったらそれも一つの瞑想だと思うんですけど、メディテーションだと思うんですけど、食べるはすごいいい瞑想だと思うんですよ。僕らも普段ね、結構バーッとこうガツガツ食べたりするんですけど、地震、阪神淡路大震災があった時に、ずっと朝寒くて家が壊れて、で何時間もご飯食べられないずっと、でラーメンをいただいたんですね、うん、でなんかこうストーブか何かで温めて、うん、もうとにかく家もみんな何も壊れてるから、うん、でその時ラーメンしますからみんな食べてください、はい、ラーメン食べました。もう何時間もご飯もずっと食べてない、寒い、味覚が人生で回帰経験したことのないぐらいトリップするぐらい、うん、すごいな、ぐわーってインスタントラーメンの味が広がってこう天に昇るような感じになったんですね。あ、味覚ってこんなにすごいんだっていう
発見があって、うんうん、そうすると食べる時にやっぱりそれを感じずに舌の先だけで感じてたらなんか申し訳ないなと思って、だ時々はこう瞑想しながらこう、集中してこうすぐ食べないで目の前だし、うん、匂い嗅いで、ね、でずっと見ててまだ口に入れない口にほなだんだん頭の中で集中力高まってくるから、はいはいはい、で入れたら今度目を閉じて呼吸を深くして、うん、背筋を伸ばして口の中に意識をガーッと集中させるとちょっと人間関係でしんどかったこととか あれ片付けないといけないなということが全部こう食べ物と自分が一体になってきて、うん、で僕はちっちゃい頃食物連鎖、はいはい、すごい悩んだんですね。なんで他の動物の命食べないといけない僕らち、うん、でだからあ一緒に食べって思うと思って、うん、でこれの場合はわらび餅ですけど、わらび餅と僕がもう一体メルティングするマージする、そう一体感そうか、うん、でわらび餅が僕なのか僕がわらび餅なのかっていう気持ちになれたら、はい、ちょっとの間、ね、悩みを忘れれるかな。また一般ちょっと見てもらったら、はい、バンディ石田さん出てきます。バンディ石田の何にもないのに全てがあるっていうので調べてみてください。はい。はい、でちょっと写真のなんかバンキラバンの1枚ぐらいあればね、はい、いろいろあるんですけど。はい。あこれも顔、はい、ね可愛いんですけど、3人の写真ね。普段は、はい、バンディさんと。タラさんとこの3人でね、うん、ユニットでやっております、はい、またね告知しますのでね3人で盛り上げます、はい、そして告知がございますのでちょっとバンディさん聞かせていただいていいですか、うん、これあこれねちょうどね明日のね、はい土曜日、阪急石橋、朝披露で、バンディさん、とそれから、西口義之さん、この西口義之さんというのはタラさんとね、うんグループ組んでます、ゆるりというねそのギタリストの方ですけど、うんはい、でこれ、洋楽カバーナイトって言ってね、洋楽の懐かしい歌をいいです、ねはい歌いますよ、はい、僕はビートルズとかいろいろ歌います。あ、はい、あいいね、はい、聞きたかったなもう時間、ね、みんなが知ってる歌ばっかり、ね、いや明日じゃあよかったら皆さんね、はい、お手が空きましたらお越しください、うん、お願いします。はい、じゃあもうねお時間が近づいてきましたね、はい、なんかバンディさんのこともっと話したかったのに、いやもう今日はでもねジェジェさんね特別なニュースだよね、特別なニュースです、それをしっかりとやんないと、もうここからバンディさんのね雰囲気を味わってもらえたら、はいはい、と思いますので、うん、はい、すみませんね、今日はいいタイミングで呼んでもらって、いやいやいや、ね、バンディさんの紹介があんまりできず自前でしたけど、はい、こういう方がバンディさんです。はい、ありがとう。はい、一緒にやって楽しいよね。はい、じゃあバンディさんが作ってくれた、はい、グッドなご挨拶をちょっとだけね、行きましょうか。一番だけね。ちょっと待ってね。はい、一番だけ行きます。最後にね、なんかここで歌うの初めてちゃいますかね、はい、一応これはデビューをさせていただいてるのでね、もうちょっとこっちだってこっち前だって英語の先生はご挨拶するときにいちいちグッとつけます。おはよう、こんにちは、こんばんは、わざわざグッとつけします。 Good morning, Good afternoonGood evening, good night, goodbye. こんな感じです。Good morning. 今日はじゃあ歌っててください。はい。ということで皆さん第14回目バンコのつなごう愛のバトン、ゲストはバンディ石田さんでした。どうでしたか？いや今日はねタイミングが素晴らしかったですね。はい、どうですか、ありがとうございます。はい、素晴らしいニュースの時に。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、来月は、6月の14日ですね。はい、また素敵なゲストさんをお迎えしますのでね、バンコのつなごう愛のバトンをねずっと応援していただけたらと思います。
バンディさんありがとうございました。ありがとうございました。またねこれをね皆さんに広げていただけたらと思いますので、はい、ありがとうございました。さよなら。